Dance with me. Back and forth. Move my body back and forth. こっちの石が、この凸型に山型になった、わずかですけどなった砥石で、こっちはまだあまり使ってないんで、まあまあまっすぐだと思います。この真ん中が高くて角が減ってるんで、こう上に当ててやると回ります。でこっちはまだまあまあまっすぐなんで動かないですね。で、この山形にはなってますけど、ごくわずかですよ。短手方向は全体をまんべんなく、まあ、平面維持で意識して使って、長手方向は少し山形になるような、山形とは言ってもものすごいちょっとのことなんで、あんま極端なことはしないんですけど、この中央付近をなるべく温存して、この端部を主に使ってやる。ここを全く使わないとかじゃなくて、普段まあ使うときに使いながら、こっちも使いながら、まあ真ん中もある程度は使ってあげて、なだらかな山形になるような意識ですよね。できてるの、本当にそんななだらかにできてるのって言われるとちょっと自信ないですけど、ただ何も考えずに普通に使ってると、もうかなり高い確率でこの真ん中が減るんですね。で端の方がまだ残ってる状態、それだとどんな砥石でもそうなると思うんですけど、この裏を押した時に、でもこれこっち側が次に凸型っていうか山型になるわけじゃないですか。それは結構不安定なんで、僕は嫌って、その意識してこうくぼむんじゃなくて、少し山型になるような、まあなればいいかなってぐらいで使ってる感じですね。これも今ズベズベなんですけど、全然降りないんですけど、結構ちょうどいいんですよね。あんまガリガリ降りてもあれなんで、これがある程度その研磨力落ちてきて少し山形になったかなってぐらいで、これは破棄してみたいな感じでずっと使ってますね。まあなんせこの真ん中のくぼむ状態っていうのは極力避けてって感じで使ってますね。でこう使う時にこう端の方をまあ例えば刃のかけ直したりとかするじゃないですか。この時にまあこれ僕の研ぎ方の場合ですけど、使いにくいのがここ、ここだけそのダイヤの塗留が潰れずに残ってると、それはそれで裏を押すときまずいんで、ここも使ってあげないといけないですね。こっちはいいんですよ、当てやすいんで、なんも問題なく当てれるんですけど、ここはまあまあ使いにくいですね、この2箇所で。いくらこんな風にやっても本当この角のとこって使えてない感じなんで、まあこのまんべんなく使うって意味でこの2箇所が使いにくいわけじゃないですか。これ回してやって、そうするとこうすごい使いやすくなります。次全然いけます。こっちもここもそうですね。全体的に鳴らしながら、少し端部をこの中央部よりは多めに使ってやるって感じですかね。で一旦こうなっちゃったら、まあその僕みたいに
古いそののみとかカンナをちょこちょこ直す場合だと、まあそれなりにちょっと使いますけど、こんな裏を打つようなことってそんな頻繁にないじゃないですか。一回作っちゃえばもうこんなの使わなくてもいけるんで、一回作ればしばらく使えます。しばらくでもかなり長く使えるんじゃないかなと思います。裏のそのすごい状態の悪いものでいきなりある程度下ろしたいとか、例えばそういうことがある場合は、まあ、いきなりこれでいくんじゃなくて、こんなようなものとか、まあ金板でもいいし他のものでもいいんですけど、一応平坦狙ってやっておいてからこれでわずかに成形してやる。でその後そのごくわずかにここがあのくぼんだ、この刃先ラインがくぼんだ裏を平坦にした中と固めのもので、その後仕上げも固めのものでまっすぐになるまで押す。そこにかかる時間はすごくわずかです。このくぼみ具合もごくわずかなんで、まあ、このこれを使うのは、この砥石をここに少し山形にするのは、この刃の裏をその刃裏のこのラインをここにくぼませたいっていうよりは、この山形にならないようにするって感覚ですかね。どうしてもこのくぼませたいっていうわけじゃないんですけど、こう山形にここに盛り上がってるとすごい裏をしにくいんで、まあわずかにくぼんでるかまっすぐかぐらいな、とにかく山形にだけはならないようにするためにこれって感じでやってます。でこんな感じで、あの砥石をわざとその狂わせるっていうか、その 曲面にして使うことって、そのこの裏とかじゃなくても結構やってみえる方多いんじゃないかなと思うんですけど、僕の場合だとこれか、あとこんくらいの刃の幅の広いのみ、これ今寸紙なんですけど、このぐらいの幅のあるのみって、この両端のこの耳の部分を残して、この湾曲にちょっとこういう風に研いであげると、墨狙うときにブレずに墨狙えて結構使いやすいんですね。この耳立ってる状態よりも逆のこの山形というか、耳よりもこの刃の中央が出ているような状態になると、まあ墨狙ってもまあそんなくるくるは回らないですけど、ちょっとこのブレる、それが耳立ててやることで狙いやすい、またこれを歩かせても狙いやすい。でこれそういうふうに研ぐのに別に手間かかんないんで、それもこのちょっと砥石を平面じゃなくて湾曲させて研いでます。まず一旦平面に、でこの中とを一旦平面にして、この平面の状態からこの両端だけ、今この一旦平坦にした石からこの両端だけ少し削った状態なんで、わずかですけどちょっと山形になってる状態、この短手方向がこの状態で研いでやると、こう真ん中だけ強く当たってますよね。
この黒くなってるところ、この状態の石で研いでやるとわずかですけど耳が立つ。これこんな風にも使ってます。でまあこうこの山形の砥石こうに作った時はまあ僕の場合ですけど、ここに研ぐよりまあ研いでもいいんですけど、僕の場合ですけどこの横向きにやってます。この一番この山形になってるこのトップのこの中央の部分とこの刃幅のこの中央の部分を意識してやって、こう当ててやっても一緒ですよね。中央が濃く当たる、端は弱い、まあまっすぐこう研いでやっても同じですよね。ここ中央が黒い。でまあこの研ぎ上がりの目安としては、帰りはもちろん別の話なんで出ないといけないですけど、このこう研いだ時にこの砥石の今中央しか当たってないこの部分がもう少し幅が広くなるまで研いでやって、まあなおかつこの両端も含めて返りが出ている状態まで研ぐ。まあそれだけですね。これもさっきのあの裏の話と一緒で、耳を立てて研ぎたいというよりは刃先のラインがこの凸型になるのだけは避けたいってイメージでやってます。普通に研ぐのと手間は本当変わんないです。これも今中央だけ強く当たってますよね。一旦この砥石使う前に平面にしてから両端に砥石当てたじゃないですか。その砥石を擦った回数は今左右で30回ずつやったんですけど、まあそのこの両端を擦る砥石でこの山形にするためにこの削り取る具合っていうのはまあちょっと石の硬さとかでも変わるんで、まあ勘っすよね。ちょっと何度かやればすぐ感覚はつかめると思います。この山形砥石で今ある程度全面当たるまで研いでやって、研いでやったこの状態っていうのはわずかですけど耳が立ってる状態。これまあこれちょっとまっすぐかわかんないですけど、一応こう当ててやるとこの両端だけ削れるような色変わってますよね。でまあ仕上げに関しては今みたいに山形にはせずにもうこの平坦な砥石で研いでるんですけど、これあっちこっちで研ぐと耳の立った形状がどんどん薄くなるんで、もう僕はこの同じ場所でそうあちこちで研がずに、そうすると刃先のラインとその石の砥面のへりですぐに形状一致しますんで、特にこの石柔らかいんですけど、こういうものはもう速攻ですよね。もうこの同じとこだけで研いでやる。
でももしここの今ここばっか使ってて、そのこう研いでてこっち方向のくぼみが気になるなら、まあ少し使ったらまあそのまま後退っすね、後ろに下がってまた同じところで研ぐみたいな。